岩弁慶は、弁慶草か岩弁慶属に分類される多年生草本の一種。別名が、長葉の岩弁慶岩麒麟草高さは4から35センチメートル。多様な形の多肉質の葉を持ち、6から8月の夏季に黄緑色の花をつける。私有一種であり、オカブの花は黄色みが強く、メカブの花びらは小さく脂肪が目立ち、秋に、 鮮やかな紅色の果実を作る。根茎は太くて長く、ハーブとして用いられることがある。乾燥するとバラのような方向があるため、ローズルートの名がある。飛田山脈の蝶が竹の鉱山帯に生育する岩弁系、円形は槍ヶ岳北海道を含む阿寒帯地方のほか、北半球の鉱山に散らばって分布する。ヨーロッパのアルプス山脈、北アメリカ東部、日本では、 本州中部地方の山々である。鉱山の岩弁慶層は最終表記に南下したものが依存したと考えられている。日本では非火山性の山に生え、火山に生える金縁の細場岩弁慶と混成することは稀で、あるただし富士山と縦山にはない。岩場などの厳しい環境で生育する。弁慶層の一種であり CAM 型光合成を行うため乾燥に強く、 栄養に乏しく風当たりの強い、岩われき、され地に生育することができる。岩弁慶は気分を向上させたり、うつを軽減したりする効果があると言われている。ロシアの調査によると、それは肉体的、精神的パフォーマンスを向上させ、疲労を減らし、高山病を改善することが示されている。岩弁慶の効果は、セロトニンやドーパミンレベルを最適化し、また、 ベータエンドルフィンのようなオピオイドペプチドに影響を与えるためであると考えられている。この効果は、ニコチンのような中枢神経刺激薬と比べて、健康に深刻なダメージを与えることは少ない。このような効果を示す物質は、アダプトゲンと呼ばれる。スマートドラッグとして取り扱われることもあり、学習効果を増大させるとされている。ありがとうございます。